こんにちは。今回は新ショータイムマルキーニョスのおすすめ育成解説やっていくんですけど、いやまさかのリーグワンで来るとはね、本当に思わなかったんだけど、唯一このマルキーニョスだけがスキル追加で獲得できない新スキル持ちですね。フォートレスということで、まあ、そこまで必須級のスキルかって言われると微妙なところなんですけど、まあ、あって困るもんではないんで嬉しいですね。ディフェンス系のスキル超優秀なんだけど、フォートレス入った代わりに放送心なくなっちゃったんで、そこだけはつけてあげたいかな。で、初期能力もこんな感じですね。ディフェンス系の能力80超えてますし強いんだけど、フィジコンがちょっと不安かなっていうところで、初期値が73なんで、ここは結構振ってあげたいね。で、適正ボランチ右サイドバックできるんだけど、スタミナがネックだね。初期で74でスピードに8振ったとしてスタミナ82なんで、まあちょっと厳しいと思うんで、やっぱセンターバックで育成するのが一番強いですね。ということで早速マルキーニョスのおすすめ育成紹介していきます。ということで、こちらがマルキーニョスのおすすめ育成になります。スピード8、エアバトル8、ディフェンス10、バランスよく振る形ですね。で、先ほども言ったように、フィジコンが低いんで、このディフェンス10をね、8にして、エアバトル10にしようかなと思ったんですけど、アグレッシブネス振ってあげたいんで、まあ、ディフェンス能力全体的に上げた方がいいかなということで、エアバトルじゃなく、ディフェンス20振ってます。この振り方だと、チームスタイルレベル100時点で、総合値99なんですけど、まあ、見た目より能力重視ということで、この育成がおすすめかな。スピードも80超えてますし、センターバックならスタミナ82あれば十分だと思うんで、今なら振り直しもできますし、ぜひ試してみてください。ちなみに総合値100乗せたい方はお任せと同じだと思うんですけど、瞬発にスピード4、エアバトル8、ディフェンス12、この振り方で総合値100いくんで、見栄え気にする方はこちらの育成やってみてください。これでも十分強いけどね。やっぱりスピードとかも考えると最初に紹介した育成がおすすめかな。ということで、ここまでご視聴いただきありがとうございます。また次回の動画でお会いしましょう。バイバイ。